They played us like a damn fiddle! どうせまた、てめえが見つけて拾ってきやがったんだろ？このクソ重てえ紙の山も。比率で配合すれば超軽くて硬い合金が作れるわけか。勉強になるの。おいユッキー、お前も後でこの本読んどけよ。本当はトニーと話したりしたいんだけど、ジンに捕まっちゃってさ。へえ、昔は牛とか豚とか羊とか食べられる動物がいっぱいいたんだ。本の搬入はおおむね片付きました。お疲れ様でした。好きな詩は好きですよ。どうしてそんな質問を。製造型名であるポストヒューマンモディファイドクラス M を略して作られたニックネームです。悪くない響きなので私も気に入っています。本の搬入はおおむね片付きました。お疲れ様でした。私の場合、あくまで感情シミュレータとコンテクストアナライズの連携によってコグニティブに類推しているに過ぎません。そもそも詩は理解するものではなく感じるものなのでは。例えば音楽を楽しむように。私はロボットなので疲れたりはしませんが。お気遣いありがとうございます。図書館の本にも驚いたけど、この世界にまだこんな場所が残ってるなんてびっくりだよ。君を連れてきてくれとマリアさんに頼まれてね。探しに行こうと思ってたところだ。アイアンベースは軍の最高機密の施設だから、部外者は立ち入り禁止。昔ここに来た時はそれを理由に門前払いを食らったのよね。でも今回はその言い分を曲げて図書館の本を引き受けてくれた。感謝する。あの時と今とでは事情が変わってしまったもの。外の町はアイアンタウンは壊滅して生き残ったのは私たちだけ。貴重な書物を運んできてくれて、こちらこそあなたたちに感謝すべきだと思うわ。サンズの襲撃を受けた時、町の住人たちをここに避難させるべきかどうか迷った。もし誰か一人を受け入れたら、みんなを受け入れなければならない。でないと住人同士の殺し合いになる。迷っているうちに攻撃が激化して、結局誰一人助けることもできず、全員を見殺しにしてしまった。あの時どうすればよかったのか、未だにその答えを見つけられずにいるの。もし全員を救うことができないとしたら、誰が何を根拠に救う人間を選ぶのか。何もね。私も仲間に守ると誓った本の多くを見捨ててここへ来た。
あのままあの場所で頑張っていても全てを守り通すことなどできないと分かってた。もし彼らが現れてくれなかったら、いずれ私の命も図書館の本も全て消え去ってたはずよ。この場所を守れただけでも幸運だったと思うべきじゃないかしら。町の住人たちの命はその代償だったと？分かってるつもりなんだけどね、なかなかそう割り切れない。失った命が多すぎるから。ご命令通り連れてきましたよ、マリアさん。私も美咲もアイアンベースの住人として受け入れてもらうことになった。これからは私も仲間の一人だ。好きに使ってくれ。それからこれ、認証キーを渡しておくわ。その認証キーがあればユートキオトンネルの対爆シャッターを開けられるはずよ。正直言って僕は人間って生き物が嫌いでね、ずっと一匹狼でやってきた。だけど君といるといろいろと面白いことがありそうだからね、仲間にしてもらうことに決めたよ。決してマリアさんの色化に迷ったわけじゃない。それからもう一つ、僕の対空戦車も好きに使ってくれたまえ。いや、忙しくなりそうじゃな。そんなわけで、怪我が回復したディランも含めてアイアンベースに3人の仲間が新たに加わることになったわ。絶滅危惧種となった人類の貴重な生き残りよ。みんなで仲良く力を合わせてこの荒れ果てた世界を生き抜いていきましょう。何を見てやがる。自分以外の者に対して敬意も持たず礼儀もわきまえず、自分の欲望を満たすことしか考えない。そんな人間ばかりになったからノアは絶望して大破壊を引き起こした。そうかい、そりゃご愁傷様。何が嬉しいって、不死身のマリアが生きとったことじゃ。女じゃからの、これで人類も安泰じゃ。でかした。あいつがおらんな、どこに行ったんじゃ。おいら探してくるよ。おう、頼むぞヨッキー。ところでマリアさん、あんたはまさか処女じゃないじゃろうな。ちょっと、じんちゃん。あたしが処女だったのはもう遠い昔のことだわね。セックスは嫌いじゃないけど、子供を産めって話なら期待しないでちょうだいな。あ、もう
ばっかり。なんで期待しちゃいかんのじゃ。若いのから年寄りまで男はよりどりみどり。ずいぶんいろいろ試したんだけどね、一度もできたことないの。私自身はもう諦めてるから。タイルとか工夫してみました。僕が読んだ本によると48種類もタイルがあって。ちょっと失礼します。パーティーを楽しんでらっしゃいな。あなたも大変ね。私でよかったらいつでも相談に乗ってあげる。仏壇返しってタイもあるんだけど、そもそも仏壇って何みたいな。ごめんなさいね、トニちゃん、こんな話になっちゃって。お前さんもよう聞いとくといい。合格のためにの。やるのはとりあえず腹ごしらえが終わってからだ。全身サイボーグなのかと思ったけど、そういうのとも違うみたいだね。普通の機械じゃない。なんて言えばいいんだろう。小さなパーツの一つ一つが意思を持ってるみたいな。原因はこいつさ。こいつは軍が開発した試作品で、医療用ナノマシンが戦場でも傷口の処置をしながら同時に義手と生体とを素早く接合。何？一体何なの？よく聞こえないよ。そんな嘘だろ。じゃあいつかお前の体は全身が金属になっちまうってこと？そうだ。もしそうなったら、多分俺は俺じゃなくなってしまう。残された時間は少ない。そうなる前にサンズどもを皆殺しにする。これは秘密だぞ。誰にも言うな。俺たちだけの秘密だからな。やあトニー、ここで何してるの？秘密って？なんでもない。行くぞヨッキー。
そうだね、パーティーに戻らなきゃ。こんな平和な暮らしじゃ体がなまりすぎて死ぬぜ。こんなにぐっすり寝たのは本当に久しぶり。あなたのおかげね。おはよう。具合はどう？あ、そっか、ごめん。今日もきっとひどい天気だろうな。今日もきっと強があなたと話したいみたい。ヘッドクォータールームへどうぞ。おはよう。あなたに新しい仕事をお願いするわ。実は図書館から運び込まれた本の中に軍の極秘情報に関するファイルも何冊か混じっていたらしいの。発見したのはポエムなんだけどね。その情報を解析した結果、あとはポエムが説明するわ。東京反攻の直後、ユートキオ防衛軍はアンブレラ計画と呼ばれる極秘作戦を実行していたようです。奪還した地上部に新たな拠点を建設し、それをノアの軍団から守るためには強力なシールドが必要だろうと。基本原理は戦車を防護するシールドと同じ。ただし防護力はその100倍とか1000倍とかいうスケールの超強力なシールド発生装置。彼らはその装置をシェルブールと名付け、ユートキオ各地の工房で部品の生産を開始しました。部品は出来上がったようですが、シェルブールが組み立てられたという記録は残っていません。完成した部品を組み立てる前にノアの軍団の反撃が始まって、ユートキオは壊滅したのでしょう。出来上がった主要な部品は4つ。部品を作った4つの工房の位置を特定することができました。地図上で示すとこの4箇所になります。もしその4つの部品を発見できたら、私たちの手でシェルブールを組み立てられるかも。そして
そのシールドでアイアンベースとその周辺を覆うことができたら、今度こそサンズに破壊されない街を作ることができるかも。まずはこれまでの探査状況から考えて、一番近くにあると思われる銀座の工房跡地に行ってみて。成長したって実感はないが。私、成長してる？面白い本ばかりじゃない。じゃが老眼で読むのはいささか疲れるな。わしに何ぞ用か。こんなにぐっすり寝たのは本当にす。もちろんまだもっと生存者がいるかもしれない。発見したら連れ帰ってね。他に何か用はある？何か用はある？今日もきっと。こんな平和。わしに何ぞ用か。私に何ぞ用か。
Show's over. Get out of here.